2030年代半ばに東京メトロ有楽町線、南北線が延伸されます。東京メトロは、今日28日、有楽町線と南北線延伸の鉄道事業許可を申請したと発表しました。有楽町線、豊洲から住吉間の 4.8km と、南北線、品川から白金高輪間の 2.5km が申請されました。有楽町線の延伸は、臨海地域と特部東部の観光拠点等とのアクセス利便性の向上や、地域のまちづくりの面での効果が期待されるとともに、東西線の混雑緩和を目的として実施されます。江東区など城東地域において課題とされていた南北方向のアクセス改善が期待されるということです。南北線の延伸は、リニア中央新幹線の整備が進められている地下鉄アクセスがなかった品川駅へ結ばれます。山手線などの JR 東日本主要幹線、東海道新幹線、羽田空港に連絡する京急線と接続し、六本木、赤坂などと、都心部とのアクセス向上を目指すということです。有楽町線延伸の建設費は約2690億円。南北線延伸は約1310億円とされており、開業は2030年代半ばの予定です。これで1月28日の KAB ニュースを終わります。